磯川周りですな。磯川周りどころか、ガシャンの可能性あるからな。うん、いいよ。逆に空いてるから、みんなビュンビュン飛ばしてるから危ない。真ん中、いや、いいよ、真ん中で。うん。やめた方がいいよ。あ、そうか、でも、左からこうやってくる可能性ある。うん。バカどもが左一生懸命猛ダッシュで走ってるから。しかし、なんでこれ？ん？ここが混むって書いてないんだけどね。うん。赤くなってる。なんだろう。事故った。ここで混むってそうそうないよ。さあ。事故ったような気がする。どうでしょうね。わかんないけどね。多分気持ったんじゃないかな。冗談。まあ、半連休だから関係ねえんじゃん。いや、こんなシチュエーションねえぞ。ここ大体も好き。あー、着いた。結構地方ナンバーいっぱいあるから、ストリー混んでんじゃないの。そうだね。うん。そして左も混むっていうね。だって箱根があんなんだ。そっか、左なくなるんだ、道。ワン、ツー、あれ？いや、そう。四車線みたいなやつが消えるけど。そう、4車線が3車線になるけど、なんだろう、渋滞2キロ。ここから渋滞2キロ。普通の渋滞？っていうことは、小田急やね、町田小渋滞してるってこと？そんなないけどな。帰れると思った。普通なんだ。じゃ珍しいね、マジで。綾瀬ってどこで降りるんだろう。海老名の、あー待って、海老名のあれか、あのストレートのとこでよくトラックが右からピョッと出て入ってくる、あそこか、綾瀬って。違う？多分そうだよね。
最後の最後で。まあしょうがないね。あんな時間で帰ったらまあ渋滞巻き込まれる時間帯だし、そこればっかりはちょっと残念だな。スムーズに帰れるかな。いや帰れると思った。でも急に動いてきたね。あー急にそうそう、なんで左安い。